お疲れ様で NISA 制度に気をつけろということでねあの小倉優子さんも騙されたんじゃないかなみたいなことを言われてましたけども私も完全に同意でねこの NISA ってのは非課税額が設定されている投資スタイルとしてねあのそんなに巨万の富を投資にできないまあ、いわゆる普通の人が爪に火を灯すように蓄えた1万円5万円10万円を投資に回したらいかがですかっていうふうなねまあ、こんな 岸田総理の政策だったと思います。NISA 制度っていうのは年間40万円までの利益はこれ課税しませんよってことだったんでね。年間で50万とか100万の利益を上げているいわゆる小さな投資家さん。投資の初心者にとってみては NISA 制度や新しく始まった新 NISA ってのは結構ねお得な制度なんじゃないかなっていうふうに思って登録者っていうのがねぐっと増えたわけなんですよ。ところがここにですね岸田総理の罠が仕掛けられてたわけですよね。 なんとね、この新 NISA 制度増税はしないけども税金はかけないけどもそこで利益を生んだ人は社会保障費を上げますよってことを言い出したわけですよどうですかこれ税金では取られないけども社会保障料でで毎月転引されるんですよで結局爪に火を灯す思いで蓄えたお金余剰資金これを新しくできた NISA 新 NISA という制度がありますよね そこに、あだったらこの非課税枠使うために投資しようかなと思ったら、課税はされないけども、社会保険料で取られてしまうんですよ。結局、リスクを引き受けて投資をしても、せっかく勝ち残っても分取られるみたいな感じでね、これは小倉優子さんだってね、まあ言うことが信用できないみたいなね、ことになっちゃいますよね。それは皆さんも感じてらっしゃるんじゃないですか。で、今のところ、新入社制度に対して、 この社会保険料を取ろうかっていうのがね検討されてる段階ですけども検討してるってことはこのまんま岸田政権が続けばそれが規定路線になるってことなんですよつまり新ニーサに参加した方は課税ではないけどもお金を分取られるってことになります社会保険料という名目でね結局取られるのは一緒ですだって支払い拒否できませんからねどう思われます、うん、そして結局ニーサに対してもこれ 課税なり社会保険料というね新しい第二の税金で取られるっていうのがこのまま浮き彫りになるんじゃないですかそもそも岸田総理って就任当時にね金融所得課税って言って投資で得た利益に対して課税するみたいなことを言い出してそれで日経平均がぐっとね下がったもんですから慌ててそれを取り消したんですよだから課税ではなくて社会保険料をさらにねむしり取るっていう方法は抜き穴としてはね まあいい方法ですよね私たちにとってみたらねもうどっちの道を歩もうとも結局ぶんどられるってことでもうやってられねえわと袋小路の状態でございます。ね、ということで NISA 制度新 NISA これどちらを選択されても結局はね社会保険料という名目で取られてしまうということなんで働いても働いても投資をしても投資をしても老後に専門台問題は解決しないってことになりますね。そもそもも 投資に行きましょうみたいな掛け声ってのは、老後2000万円問題ってのが浮き彫りになってきた時にね、それを引き出す意味で、あ、だったらもう投資しましょうみたいな形で始まったもんだと思います。でも、結局、投資で、ほとんどの人はお金を失うんですよ。投資ってのはそういうもんですからね。一部の人が勝つために、ほとんどの人がお金を失うのが投資の世界です。みんなが投資で儲かるなんてことはないんですよ。大半の人は投資でお金を失うんですよ。そんな世界に投資の初心者が、 参加していくんですかと私は思いますけどもまあいいでしょうそれもねそれも選択なんでところが何らかの特権があるかなと思ったニーサ制度結局は取られちゃうんですよねだからやってもしょうがないとは言いませんけども何だか腑に落ちない一件でしたね、はい、ということで金融所得課税はなくなったけども金融所得保険料追加負担ということでね取られるのは同じというオチでございました 岸総理増税メガネだけじゃなくて増社会保険料メガネですねこれはひどいですねだからやっぱりね減税をマニフェストにしている政党を探さないといけないですよところがこれがないんですね減税しますよって言ってる政党は9つある国政政党のうちなんとですね令和新選組と共産党だけなんですよねなんででしょうか どこもかしこも増税することしか考えてない国政政党ばかりでございます少なくとも自民党公明党は早く退いていただいてね維新もダメ立憲民主党もダメ国民民主党も最悪どこにすりゃいいんですかって話ですよまあれいわ新選組がいいんじゃないですかとりあえずはれいわ新選組が政権を取るともう数年間はね消費税がなくなりますんでコスパで言うんだったらむちゃくちゃ高いですよ ね、たとえ1年間でもね消費税がなくなったらどれだけね世の中明るくなるでしょうか、はいまあ、そういったことを思わずにはいられないなそんな NISA 税ということでね今回お送りしました NISA も新 n さんも岸田の罠だいってらっしゃい